八代ロ神社は、大阪府岸和田市八田町357番地にある神社。縁起式神明町には、十五位、八代尊村社とのせまた当地は八代村と称し、八代ロ神社に座あり、一座は本社にして、一宮と称し現在地の大技八田座区内にあり、一座は、諏訪またヤ代寸家神社と称し同士の構図屋町にあった。江戸時代は、岸和田藩の一宮にて、 藩士交代の際は、藩家各社社に拝礼するのを例としていたが、後に当社のみに拝礼するようになった。歴史のある神社だが、現在は常時勘主はいなく、近くの羽生神社の封じが兼任している。古来より赤ん川総宗者として、一宮と呼ばれていた。江戸時代になり、岡部千勝が高月藩より岸和田藩に入宝した際、領内には一宮がなかった。 寮内の南軍騎手和田浜町には、泉国志の宮と格式の高い関川神社の、お旅所があったが、関川神社鎮座地の道軍関川村は、幕府寮であった。このため、道軍小松里村麻北角学にあり、白川上皇の変額で知られる、関川神社の要配所に、お旅所を移転させ、その際、寮内で古く格式の高い神社を探したところ、八代寸神社が該当し、 岸和田藩の一宮とした。藩主交代や参勤交代の際には、藩主自ら岡部家の菩提寺である、泉光寺と共に参拝された。廃藩地検により、岸和田藩が消滅に伴い、藩の一宮ではなくなったが、地元民により阿寒河国の一宮として、今でも祀られている。10月の体育の日に、岸和田10月祭礼で、 東岸和田じり祭りの宮入りが行われる。じりは、八田町、真上町、神津谷町、極楽寺町、流木町慶五台の宮入りする。じり祭りにはとても珍しい御子と御がある。じりの宮出しに行われ、御子担ぐのは当番町であり五町持ち回りで、じりは、お御子に続いて五旅所までお経をする。五旅所は、諏訪神社跡にある。 仙台のおみこしは、岸上神社が作ったがみこしを担ぐには、格式が低かったため、八代寸神社が購入したもの。南海本線岸和田駅または JR 半馬線東、岸和田駅より南海ウイングバス南部41、42、43、44系統に乗車し、バス停、一宮下車バス停より南へ徒歩3分。ありがとうございます。